政府は先ほど、特定警戒都道府県の茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5つを含む39の県を対象に緊急事態宣言を解除する方針を固めました。明日の対策本部で最終決定することにしています。一方で、北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫の8都道府県は引き続き緊急事態宣言の対象となります。